ローンチコントロールとは完全に停止している車をスムーズに素早く発進させる自動制御技術のこと。ラウンチコントロールと表記される場合もある。エンジンの回転数を調節してタイヤの空転を防ぐトラクションコントロールシステムの一種。車を停止状態から急加速させる際、アクセルガイドとクラッチのつなぎ加減がスタートダッシュの差を生む。 回転を上げすぎれば、タイヤが空転して、前へ進まず、逆に回転が低すぎるとエンストする恐れがある。乱暴に操作すると、クラッチやギアボックスに故障が生じるケースもある。従来のマニュアル装置の場合、フットペダルを踏み込む微妙な感覚が必要になるが、電子式装置では、駅のプログラムを介して、スロットルやクラッチが、 自動制御されるので、ドライバーが注意を払わずとも、最適な発信をすることが可能になる。トラクションコントロールが走行中のデータに応じて、リアルタイムでトルクを調節するのに対し、ローンチコントロールは、スタートに特化した設定を自動実行する一連のシステムであり、スタート加速が終われば、t c s に切り替わる。レーシングカーは市販車に比べて、 エンジン出力が高い割にアクセルペダルのストロークが短く、クラッチプレート系も小さいので、一流選手でもスタートを失敗することがある。スタート直後の順位変動が、レース全体の展開に影響することが多いので、ハイテクの導入とともにより良いスタートを切るためにローンチコントロールの開発が進むようになった。ただし、 スタート操作はドライバーの技の見せどころでもあるので完全に機械任せにしてしまうことへの疑問もある。また高度な電子制御技術を投入するため開発コストの上昇を招くという批判もある。そのためほとんどのカテゴリでローンチコントロールが禁止されているがエの精密なマッピングでそのような働きを持たせるケースもある。 F1 では1994年以降 TCS などの電子制御装置が使用禁止となったがそれでも各チームが研究開発を進め2001年より再び合法化された以後開発競争が加熱したが2004年にローンチコントロールの使用を禁止それでも TCS を応用したマニュアルスタートシステムが考案されたが2008年より 導入された共通液には t c s の機能が組み込まれていない。F1 用のシステムは、スターティンググリッドに停止した状態でクラッチを切り、ステアリング上のボタンを押すと、エンジンが一定の回転数まで上がる。スタートシグナルが消灯した瞬間にボタンを離すと、クラッチがつながるが、エンジンの回転数は下がらずにボタンを押した状態の回転数で保たれる。これにより、 ホイールスピンをせずに素早く発進させることができる。このシステムが働くのは2秒未満であり、稼働中はアクセルの操作は一切受け付けない。一番長く作動していたのはウィリアムズと言われている。通常はプラクティスや予選中に路面状態のデータを収集しておき、スターティンググリッドの位置によりエンジニアがエンジン回転数を決定する。 奇数グリッドなら、マシンの通り道であることが多いため、路面にホコリなどがなくタイヤのラバーもある程度乗っている状態なので、ホイールスピンが起こりがたく、回転数は高めに設定するが、玉数列は逆なので、回転数をやや抑えるといった具合である。また、上位グリッドに止まると、前者の整列を待つ間に、タイヤが冷えるため、その分の誤差も加味しなければならない。 グリップ力の読みが外れると、ドライバーの責任に関係なくスタートを失敗するケースもある。各チームの中では、ルノーのマシンのロケットスタートが注目されたが、そこには日産からルノーへ移籍した、ビークルダイナミクスの専門家、徳永直樹の貢献が隠されていた。ローンチコントロールの禁止後は、ステアリング裏の左右2枚のクラッチパドルをマニュアル操作している。 両方を手前に引くと、クラッチが切れ、スタート時に片方を離すと、半クラッチ状態になり、もう一方も離すと完全につながる。セミエティでは、スタート時以外クラッチを操作しないので、フットボックス内にクラッチペダルは存在しない。世界ラリー選手権の WR カーでも、2005年までは、ローンチコントロールの使用が認められていた。ラリーの場合は、 スペシャルステージのスタート地点で使用し、特にグラベルや凍結路面では威力を発揮した。起動スイッチがついているので、利用したい時だけ使用した。スタート地点でクラッチを切り、アタックモードに切り替えると、ギアが自動的に一足に入る。あとはアクセルを踏み込み、スタートシグナルとともにクラッチをつなぐとベストな、スタート加速が得られる。なお、SS 間の移動区間では、 クルーズモードのため使用されない。フェラーリやポルシェ、BMW、日本車では、レクサスルファ、日産、GT-R などのスポーツドライビング性能を売り物にしている、高性能スポーツカーに搭載されている。操作方法は車種によって異なるが、停車状態でブレーキを踏み、t c s をオフにし、LC と表記されているボタンを押す。 ブレーキを踏んだ状態でアクセルを深く踏み込み、ブレーキを離して、急発進させる。あとは、路面状態に応じて、ホイールスピンが抑制され、自動で、シフトアップが行われる。ある程度の速度になると、エンジン回転が落とされ、LC モードが解除される。という寸法である。非日,日常的で猛烈な加速感を体験可能な、反面。 行動走行ではほとんど使用する機会はなく、また危険運転を招く恐れもあるので、行動での運転には向いておらず、サーキットでのスポーツ走行に向いている。ありがとうございます。